ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。この度このチャンネル登録者数が600人を突破いたしました。いつも本当にありがとうございます。こんなうちらのしょうもないプレイをいつも見てくれてありがとう。これからもよろしくお願いいたします。感謝の気持ちを込めて一生懸命走るのよ。はい、気持ちだけは負けません。レースでは負けますが。霊夢がいつの間にか1300超えてる。コツコツがコツなのだよ。劇的な順位は取れないけど5位ぐらいでちまちま稼いでるのよね。私も頑張らなくては。我々のマリオカートの運転技術はポンコツレベルなので、そこを理解した上でご覧ください。コース名は F0 です。もっと違う名前だった気がする。マリサ細かいことは気にしないで、このコースで走るのは初めてだったかしらね。みんなありがとう。今回は霊夢の感謝の言葉でスタートです。ここのコースは黄色いダッシュのやつにいかに乗れるかにかかってます。なるべく乗っていくでー。おっとマリサうちらでトップ独占中だぞ、マジか。この光景は初めてです。皆さんに送る感謝レースとしては申し分ない展開です。やばいね、震えすぎだろ。霊夢落ち着け、そのまま何もせず維持してればいいんだ。霊夢がぶつかってきたから動揺しちゃったよ。もう順位型落ちしたんだけど、やっちまったかい。でも霊夢はまだ1位だから全然気が抜けないよ。これで最後までいけたら最高だけどね。まあ無理だろうな。爆弾くん。せっかく3位だったのに。一緒にトップ入れたら感謝レースにぴったりだったと思うのだが。すまんすまん。軽。でもそんな今も霊夢は気が抜けないのだよ。今までに慣れたことなかったんじゃないか。うん、下手くそだからね。やっぱトップ集団に入ってるとアイテムがコインばっかりになるねー。霊夢が生意気なこと言ってるわね。もうこっちはグダグダ。この爆弾くんもどっちに投げたらいいものか。やい、前に投げたれ。爆弾くんに巻き込まれればいいさ。ダークマリサ、今回はそれだけ負けられない戦いということですね。もちろん、600人感謝レースだからね。いつものレースなんだけどね。このクラクションってトゲ像行楽性だりできるよね。いつも赤行楽たときとかに使っているんだけど普通にぶつかるんだよね。使うタイミングが悪いんじゃない。後ろも見ながら使うということか。それは結構至難の技だな。確かに。では、霊夢のトリプル赤甲羅が、返せよ、霊夢の赤甲羅。そんなん言ってもね。これで1位になる手立ては立たれました。みんな、3位で許してくれな。大丈夫、みんなお前が3位でも驚いてるから。最近鬼嫁も走ってというリクエストが多いのだが、あれでしょ、普段威張ってるくせに下手くそじゃんって言われるやつでしょ。恐ろしいので1位取れるまで待ってくれるかい。それはいわゆるやらせというやつでしょうか。開き直ってきやがった。鬼嫁が1位取れるようになるには何年後かね。バナナにぶつかる。このままじゃぶつかる。なんで自分で実況しながらぶつかっていくのか不思議でたまらんわ。自分でも不思議でたまりません。爆弾くん、今日はやけに遭遇する率が高いね。マリサのために死んでくれ。さよなら。まだ爆発しちゃダメだからね。危ない。爆弾を前に投げた時の緊張感ったらないわよね。ドキドキでした。さてレースも後半戦どうなるか。もう少しなんとかしなくては、アイテムにかける。ここでアイテムが取れなかったのは痛すぎる。取れても取れなくても同じだろってコメントしてたけど。確かに。でも、ここでキラー出るかもしれないし。いや出ないだろ。出てもトリプルキノコとかなんじゃないの。でも、感謝レースもう少し順位上げたかった。爆発。雷。いや、もう散々だな。爆発食らって雷落ちて、普通の人なら死んでるよ。ビリの私をここまで追い詰めるかね。完全に乾いた笑いになっている。しかもまた抜かされた。キノコよ。私にスピードを。使えば普通にスピードアップできるよ。最後少し順位を上げて霊夢4位。いや、BGM 間違ってるだろ。なんか楽しそうじゃん。楽しんでやってるんじゃなかったの。これのどこが楽しそうなんだよ。また見られたくないところこんな大々的にピックアップしやがって、もう悪意しか感じない。もう失敗を晒し物にしていくしかこのチャンネルには残されてないのだよ。いやもう少しなんかあるだろ。ないね。マリサは10位でゴールでした。なかなか成長が見られなくて申し訳ないです。これからも精進いたします。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうな。鬼嫁ツイッター始めました。概要欄に載せておくのでよろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。